下に踏み数路上のラジオレイディオオンザストリート、ご機嫌いかがでしょうか。フリージャーナリストの西谷文和です。路上のラジオレイディオンザストリート、今回で第147回目となりました。この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている私が、毎回さまざまなゲストの方をお迎えして、何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です。それでは今日もですね、リスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム屋根裏の猫さんからいただきました。いつも楽しみに聞いております。今年の夏も台風や豪雨で大変な被害が出ました。被災地の皆様には心からのお見舞いを申し上げたいのですが、その時にはテレビやネットで衝撃的な映像を見て心を痛めても、時間が過ぎれば私たちはすぐに忘れてしまいます。戦争や紛争も報道が引けばブームが去ったかのように話題にならなくなり、支援が届きにくくなるそうですね。ただでさえ自分たちのことだけで忙しい現代人なんだからなどと考えてしまうのも、すでに平和ボケなのでしょうか。そんな中でも路上のラジオは私の貴重な情報源です。これからも期待しております。ラジオネーム屋根裏の猫さん、お便りありがとうございます。本当にですね、私たちはこのすぐに忘れてしまいますよね。実は今から100年前関東大震災が起きて、たくさんの人がお亡くなりになったんですけど、この時に福田村事件というのが起きましてね、これは一体どういうことかというと、在日のその朝鮮の方がですね、井戸に毒を入れたとか、あるいはその朝鮮人がこの退去して日本人を殺しに来るぞとか、こういうデマを信じた方がですね、自警団を作って、で逆に朝鮮の方を殺していくわけですけれども、なぜこのデマを人々は信じてしまったのかということで、私は福田村事件の本を読んで、あ、そうかと思いましたが、実はこうしたデマは地震の時とか出ますよね。これを当時の政府が拡散したんですよね。船橋海軍無線放送所というところがデマをそのまま報じて、でお上が言うんだったら本当だろうということ で当時やはり地震で皆さんパニックになってて、で地震よりも火事で亡くなるわけですよね。だから朝鮮人が火をつけたぞって言われると、そうかなと思ってですね、そして各地で自警団ができたと。で千葉県の福田村、今は野田市になってるんですかね、ここに当時香川県から薬の行商団がいたと。でこの人たちが、日本人なんですね。もちろん朝鮮人であろうが日本人であろうが殺したらダメなんですけども、この香川県の方言をですね、こう分からんかったんでしょうね。それで、福田村の自警団の方約200名がですね、9人の、薬の行商の方を殺して、利根川に投げ捨てたと、そういう事件なんですけれども、やはりですね、私思うのは、この当時の日本の政府というのは、日韓併合して、三一独立運動を弾圧したり、あるいは米騒動で立ち上がった人を弾圧したりしてましたから、この地震で、をきっかけにですね、この大正デマクラシーでこの芽生えた人権とか平和とか民主主義の求める人たちをこれ弾圧していくわけですね。社会主義者とか、この朝鮮の方とかね、こういうことを経てですね、で治安維持法ができて、この大正デモクラシーがこの暗い昭和の初期に入っていって戦争に突っ込んでいくと、こういうことですから、この関東大震災の地震が一つのですね、日本のこの歴史のターニングポイント、暗い時代に突っ込ました、ことではなかったかなというふうに思います。2017年までは東京都がですね、この朝鮮の方々の慰霊碑の前で、この集会をした時に東京都はその追悼文を送ってたんですが、小池知事になってこの追悼文もやめてしまうと、で今ヘイトスピーチが流されたりするということで、やはりですね、こういうことはやっぱり忘れずに伝えていくということは非常に大事なのではないかなというふうに思うわけであります。そういう意味ではですね、この
20年前のイラク戦争なんかもね、もうなんかだいぶ昔の話ですし、アフガニスタンがタリバン政権になったことももう忘れがちですし、ましてやこのウクライナでさえもですね、人々は忘れがちになる昨今なんですけども、そんな中でですね、今回のゲスト、弁護士でシンクタンク新外交イニシアチブ代表の猿田紗代さんをお迎えしました。猿田さんは国際人権の分野でさまざまなロビー活動を展開しておられます。またですね、2004年のイラク戦争の際、人道支援でファルージャに入った3人の日本人が拘束された事件がありました。そしてこれをですね、小泉純一郎さんがですね、自己責任だと言ってこの3人をこの避難した時に、この孤立した家族のサポートに当たられたこともあります。アフガニスタンやイラクの国際戦犯民衆法廷にも参加するなど、平和人権問題でですね、第一線で活躍されてこられた方です。今日はそんな猿田さんにロビーイング活動を通じてですね、民意を国際政治に届ける意味、そして沖縄の基地問題、台湾有事をはじめ山積する日米関係の課題についてたっぷりと伺ってまいりたいと思います。なお猿田さんにはお電話で出演いただきます。それでは今回も聞き応えたっぷりの60分間、最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。西谷文和、路上のラジオ、レイディオオンザストリート。路上のラジオ、レイディオンザストリート。それでは早速今回のゲストを紹介しましょう。新外交イニシアチブ代表の、猿田紗代さんです。猿田さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、猿田さん、今日のテーマはですね、新しい外交、しっかりと交渉し戦争を防ぐと題してお送りしたいのですけれども、猿田さんの、まず経歴からなんですけどね、タンザニアの難民キャンプを、訪れたり、それから日本で弁護士になってからアメリカに留学されたり、そういうことなんですけど、ちょっとその、経歴からじゃあなぜ、こういうこのアメリカと日本に軸足を置くようになったのか、そのあたりからちょっと教えてもらえますか。もともとはですね、人権問題を国際的な視点でやりたいっていうぐらいの、気持ちを、なぜか小学生ぐらいから思っていたんですけれども、今のやっているその、今は日本からのこう日本の草の根の声っていうものをアメリカに運ぶという、アメリカの議会だとか政府に届けるという、活動をしているんですが、なぜそれをやることに、なったかというと、もう本当に一重にアメリカに留学をしていた時期に、ちょうどワシントンというアメリカの首都に、留学することができて、そこで日本が政権交代をちょうど15年前ですかね。15年前に日本が民主党政権に変わり、その変わった時の日米外交っていうのをまざまざと目の前でワシントンの方で見ることができて、これは政権交代したのに外交が何にも変わらないっていうのは、このこう民主主義で国家であるはず日本としてどういうこっちゃというのを思ってですね、総理大臣がやりたいと思っていることすら、今の外交の制度では外務省、大使館とかですね、あるいはそこに情報を運んだり、その情報を伝えるメディアの人たちが全く伝えようとしないので、実現していかないという、政治の強い意志を持っても変わらないものみたいなものが、外交にあるなということに気づいて、そこをなんとか変えていければということで始めたというのは、きっかけですかね。具体的に言うと、その鳩山首相がやろうとした沖縄の辺野古への基地建設が、総理大臣がどれだけ頑張っても止まらなかったりだとか、そういうことを指してますけれども、あの時ですね、鳩山さんは最低でも県外とおっしゃって、具体的には徳之島あたりに移せるんじゃないかなと思った時に、なんか外務官僚が鳩山さん騙したという話もありますよね。はい、そうですね、そういうふうに鳩山さんなんかおっしゃっておられますよね。これアメリカはですね、その辺野古が唯一の選択肢だとよく日本は言うけど、アメリカの政治家はそう思っていたんですか。アメリカの政治家の大半は沖縄の問題なんてほとんど何も知らないので、基本的には政治家というよりはアメリカの国務省が国防総省の
官僚たちだと思うんですけれども、はい、彼らに会って話をすることには日本がそこがいいと言っているので、まあ、そこに決まっているけれども、まあ、別にその日本が他の場所を提案するんであればそれはそれでちゃんと議論するよと、まあ、そういう言い方はしますよね。ということはですね、鳩山首相の時にあの県外に動かすこともあのアメリカは別に県外に動かしても構わないという、まあ、そういうことができた可能性はあったわけですね。まあ、ただ、まあ、簡単にとは言いませんけれども、日本が強い意志をあの持ってというか、あの日本の首相は持っていたわけなので、首相以下日本政府が一丸となってそうするんだということをちゃんとアメリカに伝えて意志を貫けばですね、まあ、必ずそうなっていたと思いますね。これまあ、沖縄の人から見たらね、本当にビッグチャンスだったと思うんですけど、私あの猿田さんの本読んでびっくりしたのは、沖縄の担当のアメリカの方が猿田さんと話した時に沖縄の人口は、どれぐらい思ってたんですか、沖縄あのアメリカの人は。まあ、2000人というふうにあのアメリカの下院のアジア太平洋小委員会という委員会の、まあ、委員長に言われましたよね。まあ、だからさっきおっしゃったようにあまりアメリカの方は沖縄の現状を知らないままあの話を進めていたということなんでしょうかね。まあ、日本に住んでいると沖縄のことに限らずなんですけれども、私は今東京でこのインタビューをさせていただいていますが、周りがもう本当にアメリカの影響を受けているものばっかりなんですよね。それはディズニーランドからコカ・コーラからマクドナルドに始まって、日々のニュースの1面から2面から3面からアメリカの情報ばっかりだっていうところまでそうなんですけれども、はい、なのでアメリカの人たちも日本のことを私たちがアメリカを思っているのと同じぐらいあの思ってるんじゃないかなっていうふうに錯覚に陥るんですけれども、まあ、そんなことは全くなくてですね、日本のことを考えてるアメリカの人はほとんどいないんですよ。まあ、そこがデフォルトなんです。日本のこと知ってるアメリカ人なんてもう本当に数えるほどしかいないんですよ。まあ、ことそのもちろん留学をしたことがありますよとか、はい、アニメが好きですよとか、はい、まあ、最近だと相撲とか着物とか好きですよみたいな方たちのもいるんだと思うんですけども、あの寿司が好きとか酒飲んでるとかね、はい、そうですそうです、はい、寿司なんかはとても人気ですけどではなくて、日本の政治状況について知っていますよみたいな方っていうのは本当に一握りしかいないし、さらにその中で実際に政策を決めていっているこう決定権者に近い、あるいは決定権者そのものみたいな人たちっていうのはもう本当に限られていて、その日本の国会ぐらいじゃ何百人、500人、700人いるんじゃないかみたいな、そんなことは全然ないんですよね。沖縄の人口が2000人って驚きますよね。100万人超えてますもんね、今。今147とか8万とかじゃないですか。はい、まあ、150ちょっと切るぐらいだったと思いますけれども、多分。つまりその、はい、つまり沖縄の人が、まあ、7割、8割の人が辺野古移設に反対してるということは、まあ、100万人近い方が反対してるわけでしょ。はい、その事実はご存じないわけですね、アメリカの方は。まあ、その意思決定に関わっている数少ない人たちっていうのは沖縄の人たちはまあ反対してるんだということはもちろん知っていますけれども、はい、一般的なアメリカの方々っていうのは まず知らないし、まあ、一般的って、まあ、本当に道を歩いてる一般のアメリカ人の話をしてもここでしょうがないんでしょうけど、まあ、国会議員というレベルに仮にしたとしても、国会議員で沖縄の基地の問題について知っている方っていうのは、まあ、もともとはとても少なかったと思います。まあ、最近私だったり沖縄県のワシントン事務所だったりがこう繰り返し議員にそういう話を伝えてきているので、まあ、圧倒的にこう前と比べればですね、そういう情報を持っている人っていうのはまあ増えたと思いますけど、その前の段階ではほとんど誰も知らなかった、誰もってゼロではないですけど、もう本当には限られた人以外は知らなかったと思いますね。でですね、その猿田さんはその著書の中でね、まあ、例えば沖縄の稲嶺さん、名護の市長なんかをこうアメリカにまあエスコートして説明したということをされてるんですけど、結局そういうその猿田さんがやっておられたようなことをやらないと本当のことが伝わらないということだったんですね。そうですね、もう基本的には日本の声というのは日本大使館、大きな日本大使館がワシントンにありますけれども、そこからの情報が、まあ、ほとんど全てという形になってしまうので、日本の政府が伝えたいと思わない声というのは一般的にはアメリカの政界には届かないですよね。著書の中でそういう状況をそのワシントン拡声器と、まあ、いわゆるワシントンのスピーカーだというふうにこう書いておられますが、これちょっと分かりやすくどういうことなんでしょうか。
ワシントン拡声機とですね、私が稲嶺さんをお連れしていることとはちょっと違って、はい、沖縄の方々や日本 その野党の政治家の方、あるいは、まあ、私のような一市民がですね、私たちの考え方を伝えたくアメリカに行っている向こうの政治家だったり政府だったりにいろんなことを政策提言をしていくというようなことっていうのは、まあ、単純にもう日本政府が運びようもない声、今であれば台湾有事を絶対こう起こしてほしくないからちゃんと外交的な手段で解決しなさいみたいなことを、まあ、この夏は一番伝えてきたんですけれども、はい、もうそういうことを伝えるというのが、まあ、単純にとにかく全然伝わっていない日本の声、はい、というのを伝えるっていうのが、まあ、もうそれそのものが目標な目的でやっていることなんですけれども、はい、拡声機効果っていうのはまた全然違う文脈なんですね、はい、というのは例えばこの前その去年の12月に敵基地攻撃能力が日本の政府により日本は持てるということが決まりましたよね。はい、そうです、はい、で軍事予算も2倍になりますということも決まりましたですよね、この12月に、はいはい、でそのことについて、まあ、日本国民が率先してそう大賛成だからやりますということにならない場合にですね、日本政府はどうするかというと、はいはい、それをやる何年3年ぐらい前とかですね、ワシントンの研究機関シンクタンクって言われるようないろんな政策提言をやるところですけれども、はい、そういうところでですね、シンポジウムを開いたりだとか、いろんな報告書を書いてもらってですね、アメリカ人の名前で、はい、アメリカ人、はいはい、でそこの中で日本は敵基地攻撃能力を持った方がいいとかですね、軍事予算が GDP 比の 1% じゃ少なすぎるとかそういうものを書いてもらってですね、でそれを報告書にして出す、あるいは記者会見とかシンポジウムで話をしてもらう、そうすると瞬く間に日本のメディアがワシントンの声としてとっても大きく取り上げるんですね、はいはいはい、で日本でこういろんなメディアに例えば社説に載ったり、まあ、時と場合によれば一面に載ったりとかっていうことで新聞に大きく掲載されたりするものだから、はい、日本の人たちっていうのはアメリカのがこういうことを言ってるよと、こうアメリカがこういうふうに求めてるんだということで、それがこう日本の中で政策として通っていきやすくなって、さて3年経ちました、実際の政府の政策になりましたみたいなことがしょっちゅう起きるんですよ。それをもってしてワシントンを拡声機のように使って自分がやりたい政策を日本で実現していくと、それはもう日本政府の常套手段でも常日頃からやってることですけれども、はい、お金を出す、情報を与える、はい、そしてタイミングよく発言させるということを繰り返して、で日本の安全保障政策をこれまでもう何十年にもわたって変えてきてますよね。そのことを拡声機効果というふうに呼んでいます。よくわかります。例えばですね、そのマイケル・グリーンさんとかそのアーミテージさんとかね、ジョセフ・ナイさんとか、はい、そういういわゆるジャパンハンドラーと呼ばれる人がいるけれども、それは、はい、むしろ政府がその人たちを使って防衛費を上げろとか普天間を辺野古に移せとかそういうことを言わせて、で世論をこう作っていくと、そういうことですか。そうですね、日本の、まあ、リベラル左派はですね、アメリカにまた言われて例えば集団的自衛権の行使を認めるのかとか、はいはい、アメリカに言われて軍事費増強するのかとか爆買い武器の爆買いするのか、はい、まあ、そういう怒り方を時々するじゃないですか、はいはいはい、やりますやります、いや違いますよと、はい、違いますよと、いやもちろんですね、アメリカに言われてやるというの構図はあります、はい、あるんだけれども、そこでちゃんと日本がですね、まあ、それはアメリカの意見として聞きおいて、はい、日本は日本として独自に考えますということでやるということではなくてですね、もともと例えば敵基地攻撃能力であればですね、そろそろ日本も敵基地攻撃能力みたいなものを持ちたいと思うと、はいはい、どうでしょうかアメリカさんというふうに自分で持っていくわけですよ。なるほど。で、それいいじゃないですか、そろそろそういうことまでできるタイミングが来たんだね日本にもみたいな会話をアメリカ人としてですね、はい、そしてその次のアーミテージ内報告書と言われる、まあ、日本の外交政策の教科書なんて言われたりする、はい、とても影響力のある報告書ですけれども、はい、まあ、そういったものにじゃあ敵基地攻撃能力を日本は持つべきだというものを書きましょうよという話になり、そして書かれて、でアーミテージ内報告書はそれを書けばですね、ザ・アメリカの声ということで日本でものすごく強い影響力を持っていくということで、決してアメリカのアーミテージさんがですね、思いついてそれを書いてるわけじゃないんです。日本から持ってってるんです、その前に。で実際アーミテージ内報告書が印刷されて配られたりだとか、その研究会をやるようなその研究所シンクタンクにもですね、日本政府がもうめちゃくちゃのお金を出してるんですよ、はい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 、だから人によってはですね、アーミテージ内報告書を書いてるのは日本人だとまで言い切る人までいますけど、はあ、まあ、私は書いてる人たち知ってるので別に日本人が書いてるとは言いませんが、ただ中身このタイミングでここまで組み込んで大丈夫だとか、はい、このタイミングでこれを言うべきだというようなこと
は日本からの情報が相当程度影響していますし、あとまあじゃあ出たからといって何らこう別に政府の人間でもない人が書いているものがですね、なんでこんなに日本で教科書って言われるまでにすぐ3年5年後には実現されていくものになるのかっていうと、当然それを日本人がもう重宝してありがたがるから、いろんなメディアをそこから孫引きしていろいろ書くからですよね。いうことで、まあ、日米合作というか、まあ、もしかしたらマッチのマッチポンプでマッチの方は日本がつけてるっていう、はいはい、そういう感じがあるんですよね。なるほどなるほど。今ね、ちらっとおっしゃいましたが、その例えばアーミテージさんとかジョセフ・ナイさんは政府の人間ではないんですよね。もともと2人とも、まあ、政府の、まあ、いわゆる高官というものではありましたけれども、例えばアーミテージさんでは国務副長官という日本でいう外務副大臣に当たる人なんですけど、はい、今ね日本で外務副大臣って誰か言えます？木原さんは官房副長官だけど、外務副大臣は分かりません、はい、分からないですよね。外務副大臣分かる人は相当、まあ、政治を細かく特に外交面で見てる人だと思うんですよね、はい、なんでこうしかも辞めた外務副大臣がしかも別の国のですね、はい、こんなに有名なのかっていうと、まあ、普通に考えて不思議なわけですよね、はい、もうそれは人に日本政府が重宝し、たくさんのお金を、まあ、日本政府だったり、うん、今笹川財団と言われるところが提供したりして、はいはい、いろんな発言のタイミングを彼に与えているからで、そしてお招きしたりしているからで、日経新聞とかもそうですけれども、はいはいはい、うん、じゃあ彼が今アメリカでとっても影響力があるのかというと、もうリタイアして何年も経ちますので、まあ、そういう意味でこう日本人が思ってるような神様のような影響力みたいなものって全くないんですけれども、例えばだからアーミテージ内報告書が出た後に、アーミテージ内報告書がどっかの日本アメリカのメディアで書かれて記事になってるかでも探しても探してもほとんど出てこないですよね。もう日本では瞬く間にいろんなところに掲載されて、はいはい、5年に1度3年に1度ぐらい、まあ、アーミテージ報告書第5弾まで今まで出てきて、まあ、出された3年以内ぐらいには書かれたものが実現していくっていう、まあ、まか不思議な報告書なんですけども、まあ、そういう意味では日本人はそれをこう自分たちの手でまあ神格化して実践していくっていう、はあはあ、でアメリカでは誰もと言わないけど、その日本のことに大変関心が強い、うんうん、まあ、ごく少数の方しか知らない、ごく一部の人しか読まない知らないものっていう、そういう感じですよね。結局日本がお金を出して、で彼らがそれを書いてとか持ちつ持たれつの関係で、でそれをこう、ね、言ってもらってメディアが拡大すると、そういう構図があるということですね。そうです、そうです、はい。今ね、まあ、笹川財団とか財団の話出てきましたが、例えばアメリカにヘリテージ財団ってありますよね。はい。でここに行って、なんか政治家とか石原慎太郎さんなんかは、ここでなんか尖閣を買うとか言って、で日本に帰ってくるって、なんかこういう関係もあるみたいですね。なんかうまいことアメリカの財団を使って、まあ、財団という名前ですけど、あれもシンクタンクなので、はい、まあ、いくつかそのブルッキングスとか CSIS という小泉進次郎さんが留学していたような CSIS さんとか、今だと、まあ、ハドソンとかいくつか今主演の投資系のところで有名なところも出てきてるんですけれども、はい、まあ、そういうシンクタンクはまさにその拡声器をという効果を発するのに最適な場所で、アメリカは腐っても覇権国なので、はい、まあ、今のやっぱり発信力という意味では世界で圧倒的な影響力を持ってますし、まあ、世界中のメディアが注目もしているというところで、ワシントンで何かを発表することっていうのの、まあ、世界中への伝播能力っていうのはまあ強烈に強いんですね、はい、なのでそれをよく分かっている人っていうのはワシントンを的確に使うので、拡声器として自分が発信したいものを発信する場所として選ぶんですよ、そこ。なので、まあ、石原さんも行きますけども、石原さんだけではなくてですね、はい、まあ、よくその総理大臣がワシントンでこういう発言をしましたとかですね、訪米中の幹事長、はい、自民党幹事長がこういう発言をしましたとかって新聞に載ってますけど、まあ、大概その発信の元はワシントンのシンクタンクでのシンポジウムですよ、講演会とか。確かの安倍元首相がね、アメリカで集団的自衛権使えるようにするって、これ言いましたよね。集団的の自衛権だったかもちょっと忘れちゃいましたけど、I'm back って言って、CSIS で第二次政権で返り咲いた時ですよね。はいはい。民主党政権が一時入り込んで、しかし、まあ、もう一度安倍さんが自民党政権を取り戻したよっていう時に、まあ、戻って、まあ、いろいろやりますみたいなことを言ったりだとか、はい、あるいは、アメリカの議会の両院
の集まっているところで、まあ、演説をさせてもらったことがあるんですけれども、はいはい、まあ、日本で、あれ、あ、集団的自衛権じゃなくて、安保法制の時じゃなかったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、はいはいはい、4月かなんかに訪米して、発言を議会でやらせてもらって、そこで、国会にも日本の国会にかける前にアメリカの国会でもやるという。だからかあの時勝手にアメリカと約束した言うて話題になってました。2015年じゃなかったですかね、はいはい、あの安保法制の前じゃなかったかなと思うんですけどね。はい、つまりですね、そういうそのところへ行って、そのまあまあおっしゃったようにマッチポンプで火をつけて、でまあ、あの世論を作っていくと、まあ、そういう格好で、結局だから今おっしゃったのは、その敵基地攻撃能力を持ちたいというのはむしろ日本が持ちたくて、でアメリカにこう行ってそれをこうあのなんていうんですか、あのオーソライズするというか、そういうあの効果があるということですか。もちろんそうです。もうそれで、そのためだけでアメリカで発表しているという感じですよね。そういう意味では。ああ、オーソリゼーション、あのトラの、オーソリゼーションなんでかっこいい言葉を使わなくても、虎の意を狩る、ね。はいはい、虎の意を狩る。はいはいはい。よくね、まあ、さっきさあの左側の人がこう怒ってはるって、私もよく怒るんですけど、結局そのアメリカがその要はその台湾有事とかであの自分で戦う力がもうだいぶ衰えたから、日本を前に出したいからアメリカが敵基地攻撃を持てと言ったという側面もあるんでしょう。それはあると思いますよ、もちろん。その、うん、まあ、特にバイデンさんなんかは敵基地攻撃能力のことではなくて予算の倍増の方だったと思いますけれども、はいはい、あの日本に対してその 増額を求めてそれを実現させたのは俺だみたいなことを演説で何度か言っちゃって、3回かなんか言ったんですよね、はいはい、で3回目ならついに NHK かなんかが書いて日本で有名になったんですけど、はい、3回も言ってるんで確信犯なんだと思うので、はい、日本政府が一生懸命火消しに走って、あれは日本の決断でやってやらされたわけじゃないみたいなことを日本政府でしましたけど、はい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 、3回ぐらい言ってるんですよね、バイデンさんは、発言はアメリカ でとかっていう意味で、まあ、あのもちろんそのアメリカ自体は中国との比較においてはやっぱり力を相対的に落としてはきているし、まあ、日本は中国の真横にある国でもあるので、はい、そういう意味でもどんどんやってくれと、アメリカ一国で対抗できないところを日本にどんどんやってくれっていう意味では、まあ、そこはあの当然大歓迎はしているというふうに思いますけど、例えばまあ敵基地攻撃能力の話について今回アメリカに1ヶ月近く行っている中で、前の辞めた国防省、日本で防衛省の高官の人にも話を直接聞きましたけど、あ、はいはい、もうある時日本から来た人がいきなりこう敵基地攻撃能力ができるように日本がなりたいと思うんだけどどう思うかという意見をいきなり聞かれてとても驚いた、そんなことできないんじゃないかというふうにこっちは言ってみたけれども、はははは、いや、やりたいと思うんだがということを言うんだというふうに言うんですよね、その方はね。その方ね、まあ、はい、そうするとやれるもんならとっても嬉しいよ、大歓迎だと、はははは、アメリカも背中を押すよと、技術面で手伝うんだったらあのいくらも手伝うみたいな話はするけれども、まあ、話自体日本から来たものだと、まあ、彼はそうやって言ってますけどね、とかっていう感じで大喜びしているし、まあ、トランプの時に始まった、まあ、もう少し前からかもしれないけれども、まあ、オフィシャルなトーンで その日本の軍事費をこう 1% GDP 比から 2% に変えましょうみたいなものっていうのは、はい、まあ、長年言われ続けたアメリカからのプレッシャーの中にはあるんだとは思いますけれど、まあ、それは日本政府がはっきりと意思を持ってさえいればですね、そんなにこう言ってもまあその国っていう単位で言えば他の国にそこまで介入を特に同盟国日本に対してアメリカがするとは思わないので、もうそこも相乗効果ですよね、言ってるとも思いますけど、はいはいはい、日本もそれは大変ありがたく、むしろそれをしてほしく喜んで先にこうなるほどついてる、言ってくださいと言ってるっていうところだと思う、はい、だからもう両方ですね、本当に、まあ、だから両者の利害が一致して、で敵基地攻撃能力を持って軍事費を倍にしようという、これ両者の利害一致したということですね、はい、まあ、日本政府とアメリカ政府の2者という意味ではですね、うん、はい、まあ、日本全体の利益が一致しているとは思わないですけど、うん、だから岸田さんがジョー言うて、ほんでバイデンは肩抱いてね、なんかそういうのを見せられましたが、今回ですね、実はその私7月にこの対談申し込んでたんですが、サラダさんがアメリカに行かれたと、あのポロッと言われましたが、今回の目的は主にはどんな目的で訪米されたんですか。まあ、あの夏にはですね、あの定点観測でしっかり長いこと普段バタバタしてしまっているので、はい、行く機会があっても短くしか行けない、夏は1ヶ月ぐらい必ず滞在するようにはしているので、まあ、いつも行ってるんですけど、はい、あのまあ、一番向こうで伝えたメッセージというのは、まあ、台湾有事は絶対に起こしてほしくないと、はい、で、日本国民は
ああ、まあ、麻生さんが台湾有事に向けてもう準備は整ってるぞみたいなこそうと言っそていますけれどう。はも、いはい。日本国民は世論調査にあるように、まあ、8割近くの人がですね、自衛隊ですらですね、台湾有事なんかに派兵をしてほしくないという世論調査があるんですけど、というふうに思っていると、準備なんかどころかも、その気も、やる気もないと。とにかく外交的な手段を使って戦争だけは避けてほしいというのは日本国民の気持ちなんだよということを伝えるというのが一つですかね。もう一つは、事前協議という制度ご存知ですかね。安保条約のあれですか、日米そう安で保すで、ね。事前に協議しないといけないというのがありますよね。そうです。今回の台湾有事の文脈で言いますと、アメリカはですね、台湾有事にもし介入するとすれば、アメリカの本土からこう空軍を飛ばすわけではなくて、間違いなく日本にある米軍基地から飛ばすわけですね、飛ばしたり、追尾したりするわけですよね。で、それが日本の領土が使えないとなると、非常に不利な戦局になるかもしれないっていうようなシミュレーションがいろんな研究機関からアメリカで出されているんですよね。で、この文脈で言うとですね、いや、あなたたち今まで好き勝手米軍基地使って沖縄でもいろんな犯罪を起こしてきてるけれども、いざ台湾有事になった時に、日本の中にある米軍基地から飛行機、船出したいんだったら、それは事前協議を日本政府とアメリカ政府やらなきゃいけないんですよと。で、日本政府はもしかしたらそれについて使っちゃダメだよ、ノーって言うかもしれないんだよと。それを伝えたんですね。っていうのも、今回、この6月に終わった国会でもですね、5人だったかな、の国会議員がですね、岸田さんに予算委員会で、事前協議ちゃんとやるんだろうねと。そしてやった場合には、日本人がもし基地の前に住んでたら、基地使われたらですね、中国から反撃にあって命を落とす可能もち性がろ一ん、気に高まるわけですよね。なので、ノーっていうこともあるんですよねと。だからノーノーっとて言え言っるてる権利かが日本政府にあるわけですよね。あるんだけれども、岸田さん、あなた、すべてのことについてアメリカのリクエストに、基地いつでも使っていいよなんて言うんじゃないですよねっていう質問をしてですね、で、岸田さんはもちろん日本国の利益に鑑みて、ノーと言わなきゃいけない場合にはノーと言いますというようなことを答弁として、現地を議員たちが取ってくれたんですよね、野党の議員たちが。なので、それを伝えるということで、国防総省の高官とも今回面談もしてますけれども、日本は絶対に台湾有事を起こしてほしくないし、自衛隊を送るのは嫌がってる人たちがもう過半数も、もう本当に超過半数でいるんですよということ、そして台湾有事の際に好き勝手日本のにある米軍基地から飛行機飛ばせると思ってるかもしれませんけど、ノーって言うかもしれないよって総理大臣が言ってるんですよ、そんな質問してる5人ぐらいの厄介な国会議員がいるぐらい、というのみんなこのことについて注目してるの、アメリカの好き勝手にはさせないですよ、そんなメッセージをですね、国防総省の時には明確に伝えましたし、それ以外、国会議員にあったりですとか、町のといってもアメリカのワシントンの町にいる人たちというのは、政権変われば政府の中に入るの人ばかりですけ回ど、転ドアですからね。政府の、元役人、将来の役人たちに、そういうのを伝えてきたっていうのが、今回の訪問でしたかね。よく分かりました。まだまだ、お話をお伺いしたいところなんですが、前半はここでちょうどお時間となってしまいました。この続きはまた後半で伺います。路上のラジオ、レイディオンザストリート、まだまだ続きます。西谷文和、路上のラジオ、レイディオンザストリート。路上のラジオ、レディオンザストリート。今回は新外交イニシアチブ代表の猿田紗友さんにお話を伺っています。猿田さん、後半もよろしくお願いをいたします。お願いします。猿田さん、後半はですね、台湾有事の問題と日米地位協定の問題を取り上げたいのですが、前半ちらっと台湾有事、これだけは絶対避けてほしいと、アメリカに行って、言っていただいたのは非常にありがたいことなんですけれども、麻生さんがね、覚悟があるぞとか、持ってるだけで武器は使わなあかんとか、こんなことを言ってるので、やっぱりこうねじ曲がって伝わってしまいますよね、アメリカに対して。ねじ曲がってとかじゃないですね。それしか伝わってないですよね。それしか伝わってないんですか。ということは、日本国民は全員台湾問題で戦う覚悟があると思ってしまわれたら嫌ですもんね。
まあ、他の声を気にしないですよね、まあ、その見ようともしないですからね。それ政府がそうやって言ってるんだったら、それがアメリカが相手にするべき声なのでね、総理大臣ですからね。例えばですね、そういうことで、その結局その日本の政治家もですね、この緊張を煽って、そのいわゆるその基地ビジネスとか、そんなものにも関連してるんですかね、これ、なんでしょうね、これ、日本の政治家。基地ビジネスにというのは、私はちょっとよくわからないですけれども、まあ、軍事力高めて強がって、強くこう見せることが、まあ、国民から支持を得られるというふうに思っていたり、まあ、憎き中国に対して、まあ、この姿勢を見せなくてはならないというふうに思っているし、まあ、純粋に軍事力さえ強くなれば、まあ、平和はついてくるというふうに思っているか、まあ、いろんな方がいらっしゃると思いますけれどもね、まあ、軍事力侵攻というのがすごく広がっているんだろうなと思いますよね。まあ、特にあの第二次安倍政権になってその傾向は強まりましたよね。安倍さんとか高市さんとかね。そうですね。危ないじゃないですか。まあ、軍事力だけ強くしとけばこう日本が安全になるのであればですね、あの過去の戦争でいくつも起きてこなかった、軍事力だけで戦争が解決するんだけど、はい、過去の戦争で起きてこなかったこともあるし、まあ、ということもさることながら、まあ、今もう日本は中国の GDP の日本の GDP ってもう4分の1しかないので、はい、中国に対抗するだけの軍事力を身につけたいんだったらもう2倍どころじゃなくてあと3倍ぐらいにしないと追いつかないんですよ、はい、そんな日本破産してしまいますやん、そんなしたら。そう、破産してしまうんですよ。だからそうできないからこそ知恵を絞ってやらなきゃいけないし、かつ軍事力だけ高めておいて平和になった試しはないですね、はい、過去に、はい、試しはないとまで言わないけど、いや、うん、たくさんの戦争ってのはむしろ軍事力を高めたから起きちゃって、武器を持った方が危ないんですよ、はい、うん、そういう意味で、まあ、そういった歴史に学ばない姿勢を、まあ、前面に出して今の自民党政権っていうのは、まあ、日本の、まあ、国民に対してこうしなくちゃいけないということを訴えてるというふうに思いますよね。台湾には米軍基地がありませんから、台湾有事になったら沖縄の基地から行くと、で自衛隊も行くと、はい、そうなれば中国が反撃したらこれ石垣島とか宮古島の島民は狙われますよね。石垣宮古が最初になってしまう可能性はもちろんあるけれども、それを言ったら東京にも横田もありますし、ね、そうですね、他のところも、まあ、同じことになりうるということですよね。だからここはやっぱりちゃんとした外交で話し合いで、平和を作るしかないですよね。軍事力を高めるということに100歩譲ってこう価値を見出したとしてもですね、ただただ高めるだけでは意味がなくてですね、このレッドラインをあなたが超えなければこっちもこう何もしませんよっていう、まあ、かつての冷戦が一定落ち着いていた時にお互いにこう与え合ってた信頼っていうんですけど軍事用語で、はい、信頼を抱擁し合わないと、抑止力ですら、あんなに金閣玉城のように掲げている抑止力ですら働かないんですよ、はい、そういう意味では軍事力を高めるんだったらもっとそれを超えたですね外交を同時にやって初めて彼らが言うところの抑止力ですらまあ、生まれるんですよね。ただ高めるだけで抑止力を、ただ軍事力を強めるだけで抑止力になると思っているのは大きな勘違いなんです、はい、だから今おっしゃったように、その平和とか安全保障はその軍事力と外交が車の両輪だとすれば、あまりにもその、まあ、幼稚な、ね、考え方 でさらに、まあ、新外交イニシアチブやっていただいてますが、日本の外交っていうのはむしろアメリカをうまく利用してなんかあの軍事を高めていこうとする人が今多いので、そういう意味では今の政治家に任せておけば何が起こるか分かりませんね、まあ、特に中国との外交というのは何が上がるんだろうなと思いますよね。台湾にばっかり入れ込んで、まあ、もちろん台湾の人たちと寄り添って一緒にやるってことは大事なことなんだけれども、中国への刺激ばかりのための台湾で、台湾のことなんか誰も思ってないじゃないですか。中国に対抗するために台湾のことを思ってるのふりをしているだけですね。台湾の国民に寄り添って本当の意味で寄り添ったりしている日本の高派政治家がどのぐらいいるのかっていうのは私にはちょっとよくわからないですけどね。それとその日本と中国って貿易がすごいじゃないですか。そんなことしたらね、その経済的にも破綻するし、台湾なんていうのは半導体の一大製造地なので、結局そのお互いにものすごい損失を食らいますよね。私が去年ドイツに、まあ、NATO
の本部としてはドイツの政府に、まあまあ、ある将兵シンクタンクの将兵で、まあ、行った時にですね、はい、ドイツの政治家に聞かれたんです。ドイツの政治家というか政権与党の防衛担当に聞かれたんですけど、はいはい、聞かれたんですけども、日本は中国に対する経済制裁を今どのように検討しているのかって聞かれたんですよ、はい、で中国に対する経済制裁考えてる日本人なんていないんですよ。いやだってそんなんしたら日本が干上がりますよ、はい、先に日本が干上がるんですよ、はい、で私もそういうふうに答えて、そんなことを言ってる人はいないみたいな、一生懸命ネットで検索とかもかけたんですけど、ホテルに帰ってもやっぱりないんですよ、ほとんど情報が、はいはいはい、でもそれで一緒にいたドイツの研究者に言われたの、でも日本って軍隊派兵する話検討してるよねと、はい、で国際法知ってますかと、軍隊を送る前に経済制裁やれって書いてあるんだよと、国際法には。はははは、日本でなんで軍事力を行使する話ばっかり生きり立ってやってるのに、その経済制裁の話が全く検討されてないのか、順番が全部逆じゃないかって言われたんですよ。はは、なるほどなるほど、はい、もう本当にその通りだなというふうに思って、それなんでしないかというと、経済制裁したら日本の国がめちゃめちゃになることが分かってるからなんです。はいはい、だって4分の1の貿易額が中国との関係ですからね、4分の1なんですけども、はい、4分の1ちょっと切るぐらいなんですけど、うん、その中ででも強気に見せる、強いこと、いたけだかな様子だけを見せるという意味で、軍事力だけは今自衛隊派兵みたいな話をすると、はい、こういうこの矛盾、戦争になんかならなくてもその4分の1の貿易額が日本と中国の間で途切れるだけでですね、まあ、私のあるこう安保に詳しい友人に言わせれば、日本で餓死者が出るんじゃない、そうなったらっていうことを言うぐらいですね、はい、だって食料自給率4割切ってますから、えらいことになりますよ。そうなんですね、はい、ね、で食べ物ももちろん そうですし、それ以外のものだって、まあ、中国からのものがなくなったら何ヶ月動き続けるんだろうっていうものばっかりじゃないですか、はい、いう意味でこう経済制裁という自分は痛い、こう切られてしまっても持たないようなものの話を全く触れずにですね、ただ軍隊だけを送るんだとい う、はい、こう勇ましい姿勢だけ見せてるというところに、全く現実的な状況を見据えない議論というのが、まあ、一人歩きしてるなというふうに思います。2世3世のボンボン政治家が多くて、やっぱり勇ましいことを言えば人気が、まあ、さっきおっしゃいましたけど、まあ、そういう発想でしかないように感じますね、今の日本の、ね、自民党、まあ、しかもまあそれは政治家だけじゃなくて、日本国民もまあそういった声にまあ乗せられてしまうし、はい、感化されてる人も増えました、はい、やっぱり中国ってなんかこう怖いし嫌な感じがあるんで、そうしてしまえみたいな雰囲気が、うん、まあ、メディアも通じてあるので、まあ、そこはもちろん政治家の責任は大きいですけれども、私たち一人一人もちゃんと見直さなきゃいけない姿勢の問題があるんだなと思いますよね、はい、国民一人一人の責任でいうとね、その沖縄の問題に対して非常になんか本土冷たいじゃないですか、まあ、冷たいように感じるんですけど、はい、やっぱり一番大きな問題はその日米地位協定がですね、このずっと同じで、この犯罪も裁けないで、アメリカはそのどこ飛んでもいい、どこに基地を置いてもいいという、こういうことを、まあ、日本とアメリカ結んでるんですけど、ドイツやイタリアはそれを変えてるでしょ、はい、日本はなんでずっとこのままなんだと思います？日本政府が変えようとアメリカに対して交渉を始めないからですよね。ああ、はいはいはい、うん、やっぱり政権交代をさせないとこのままでしょうね。やっぱりね、イタリアなんかは全ての軍事訓練っていうのはイタリア軍の許可を取らないとできないっていうふうになっているので、その基地に関係して、はい、基地自体がまあイタリアからの対応という形になってますから、はい、まあ、そういう意味でも全然好き勝手やらせないぞっていう、まあ、意思があり、まあ、イタリアから言わせればなんで日本はそんなに言うこと好き勝手聞いてるのという話で、その意思があるかないか、まあ、意思の違いですね。政府の意思であり、まあ、国民の意思なんですけど、その結果的には地位協定を変えさせる意思が日本政府にないし、それを変えさせようという国民に意思もないということに尽きるんだと思いますね。オスプレイとか買うじゃないですか、でまた低空飛行するでしょ、あれってドイツやイタリアではそれはやらせないということなんでしょうね、国内法が優先やから、まあ、今つぶさに何メートルで何メートルでっていうのはスパッとまで出てきませんけど、はい、まあ、最近特にこう低空飛行が可能になったというようなニュースもありましたけど、本土で、はい、そういう意味では、まあ、かなり日本はアメリカ軍に対しては緩いなというふうに思いますよね。そんな中でね、まあ、いろんな本とかいろんな有識者がたまにチラチラ言わはるのは、その日本で意思決定してるのは国会ではないと、
日米合同委員会であるというようなそんな話が出てくるんですが、この日米合同委員会ってどんな組織で、なぜこんなものがずっと開催されてるんですか？その日米合同委員会というのは、このアメリカ軍の日本にある基地だとかですね、その米軍の方々がこちらにおられて、いろいろ生活をしていったり、何か問題を起こしたりというような時の各問題等についてですね、いろいろ議論をしていく、アメリカと日本の間、政府の間でできている、はい、組織なんですよね。はい、で、外務官僚、日本では外務官僚だったり、アメリカの方からは軍人が出てですね、いろいろ例えば一番分かりやすい例であれば、沖縄で、例えば殺人事件が米軍の兵隊によって起こされ、はい、兵士によって起こされたと。結構起きますよね。はい、2016年のうるま市というところで起きたケースなども非常に有名、はい、悪質で有名ですけれども、まあ、そういった場面で、じゃあ基地に逃げ込んだような犯罪を犯した兵士がいる場合に、それを日本の方に引き渡すのか引き渡さないのかとかですね、はい、そういう話をするところですよね。これ本来なら、それはちゃんと捕まえて日本が裁判してしないといけませんけど、ずっとそれは変わらないまま治外法権的なことになってるのは日本だけなんでしょうか？ドイツなんかもですね、ドイツなんかも刑事犯罪を裁くっていう意味ではですね、あんまり状況は良くなかったりするので、日本だけがとてつもなく悪いということでもなくて、はい、ちょっと細かくいろいろ違うので、これはどういうのがマシだとか、これは日本がマシだとかありはするんですけれども、はいはい、ただ一つ言えるのは、日本は今まで変えさせたことが全くないので、はい、日米合同委員会では地位協定、さっきおっしゃったそのアメリカ軍の日本にいるときにどういうふうな立場にあるのかということを決めている地位協定、これについて、非常に不平等、日本人が不利になっているので、変えましょうというふうにみんな思って、例えば日本の全ての都道府県知事が入っている知事会、全国知事会も、はい、もう全会一致で変えましょうという提言が採択されて、当然自民党支持で、自民党から立候補しているような人たちばっかりの知事会でですね、変えましょうと、変えていきたいという提言が全会一致で採択されたりしている状況なんですけれども、じゃあいざそれを検討している合同委員会でどんな話がなされているかというと、例えばそういった重大犯罪があった場合に身柄の引き渡しを、基地に逃げ込んだ犯罪を起こした兵隊を日本の警察に渡しますか、そういう請求を今までしてきたかというとですね、できるようになりましたということを大っぴらに宣伝しつつ、できるように制度上は、重大犯罪のいくつかについては不十分ながら、できるようになった過去があるんですけれども、実際請求してるかというと日本政府しないとかですね、はい、いうことで引き渡しがなされない、あるいは、その法律的に認められたといっても非常に限られた、とても重い犯罪のいくつかだけであるとかですね、そういう意味ですごく日本自らがそれをもうアメリカに対して堂々と許しているっていう、そういうことの結果だと私は思ってますけれどもね。知事会が全会一致でそういうことを決めてるというのはね、私今日勉強不足で初めて知ったわけですが、考えてみれば沖縄だけじゃなくて神奈川とか青森とかに基地がありますから、そういう意味ではそこを安全を考える知事としては当然の要求になりますよね。この知事の申し入れを政府は残念ながら無視しているということになりますね。なりますね。やっぱりこれは政権を変えないと自民党政治では無理だということですね、おそらく。もちろん中で変えてくれた方がいいですけど、そんな気配が毛頭ないとすると、やっぱり政権交代するしかないとは思いますし、その地位協定だとか合同委員会の問題に限らずですね、台湾有事の問題もそうですし、安全保障以外の政策に関しても、やっぱりアメリカとか韓国とか、外交をやってると他の国とのお付き合いが増えていけばいくほど、日本の ありとあらゆる問題の解決策の一番手っ取り早い方法は政権交代だなと、はいはい、もう一回自民党に戻ってももちろん政権交代だから、当然起こりうることなんだけれども、やっぱり定期的に政権交代が起きることのそれだけでもその価値っていうのはものすごくあると思いますよね。緊張感が生まれますよね。緊張感が生まれるし、情報が開示されますよね。隠されなくなる。だって自分が隠しても次の政権に暴露されるかもしれませんからね。はいはいはい、そこがもう決定的に違う。緊張感ももちろん生まれますし。情報ね。はいはい。
アメリカの場合は変わるじゃないですか、民主党、共和党、共和党、民主党と、はい、やっぱりそこでやっぱりいろいろ、まあ、なんていうか、緊張感とその情報開示がやっぱりアメリカの場合はまだあるわけですね、日本に比べたら。もちろんアメリカはアメリカでこう外交政策について、まあ、通底する大きなこう軍事優先とかっていう問題もあったりはしますけれども、はい、まあ、やはりいろんな情報が日本では出てこないのに、こうアメリカと日本とのやり取りみたいなもの、アメリカ側の開示によって日本人が知るみたいなこともしょっちゅうあるように、まあ、情報開示っていう意味ではもう日本よりはるかに先を行ってますよね、アメリカの方が。沖縄の密約だったらアメリカの文書を発見したんですからね、沖縄の方がね。で、まあ、日本政府はそれをまだ肯定して、それを見てもただありますと言わないわけですからね。いや、何なんだその文書はっていう、アメリカがあると言ってるものについて何なんだそれっていう感じですけど、まあ、そういうことの繰り返しですかね。あれなんかもう沖縄の基地を撤去するお金とか日本が出してるんでしょ。返還時のお話です。それとも今の、まあ、いや返還時、はい、西山滝さんがはい、すっぱ抜いた時にそれをまあうやむやされたわけですけど、そういうなんかこういろいろ日本で隠されてる問題がアメリカの公文書で明らかになったりしますよね。まあ、これは本当にしょっちゅうあることかなと思いますけどね。まあ、公文書館にも私も何度も行ったことありますけれども、まあ本当にすごい分量がきれいに整って、まあ整理されてますよね。で保存されてますよね。でそこから情報を丁寧に取り出して、まあ公に伝えていくということに、まあ自分の生涯をかけている方っていうのもたくさんいますよね、アメリカには。アメリカの場合は例えばその50年とか100年でこの文書が明らかになるじゃないですか。はい、日本の場合は森友学園で公文書改ざんしたりするから、その辺のこの何ていうかこの開きみたいなのを感じます、やっぱり。まあもうそこは全然違いますよね。でもそこの根幹っていうのはやっぱりまあ、さっき政権交代と申し上げました、政権交代があるということで机の中に自分の文書を、まあ、ずっと隠しておくってことができきらない、まあ、机っていうのはあれですね、まあ、でも官僚から自ら4000人から政権交代したら変わりますからね。4年に1回、はい、8年に1回その省庁の人間がごそっと入れ替わるっていうことの意味は、まあそのまでにやったことについてもう一回見直される機会があり、それに関係する書類っていうのも全部洗い直される可能性があるっていうことなので、まあ、そこはもう、まあ、本当に、ね、全然違うかなというふうに思いますね。今おっしゃったようにアメリカは官僚まで変わるけど日本は官僚変わらないので、民主党に政権交代した時でも辺野古の問題で、そういうそのなんていうんですかね、嘘があったと聞いてるんですけど、やっぱりこういうのも本来は許してはいけないことですよね。そうですね。もちろんアメリカみたいにその4000人からそのトップの官僚がどの省庁でも変わっていくっていうところばっかりでもなくて、はい、ドイツだったり韓国だったりっていうのはそんな4000人も変わらない、ドイツなんてほとんど変わらないと思うんですけど、政権交代しょっちゅうありますけど、はいはいはい、いう意味では官僚がそこから全部変わればその良くなるのかどうなのかって、はい、まあ、その間のこうスムーズな移動が難しかったり、はいはい、引き継ぎが難しかったりという問題が停滞したりしますから、 100% 問題がないわけでもないんだけれども、はいはい、やっぱり政権交代がまあドイツだとか韓国みたいに当たり前のようになっていれば、はい、その政権交代によって、官僚がじゃあ今度はこういう総理大臣がこういうことをやろうとしているんだから、その政策を自分は実現するんだと、はいはい、まあ、いうような姿勢に慣れていくんですよね。なるほどね、はいはい、結果、まあ、もちろんそれは官僚の上の方が変えるべきだと、一定数4000が正しい数字かどうかわからないけど、一定数は必ず変えるべきだと思うけれども、やっぱり韓国とか その官僚の人たちにインタビューをすると、それは上が変わるんだから自分たちがやることが変わるのは当たり前だと、はいはい、政治が物事を変えていくんだっていう、もうそれが当然なので、私がなぜその質問をしているのかの質問の意味を説明するのか分からないと聞かれちゃいます、はいはいはい、なんで官僚が主導権を握るの、そういう感じですよね、はい。最後にメディアに関して聞きたいんですけど、まあ、日本の場合ね、その記者クラブがあってなかなかこう鋭い質問とかできずに、あらかじめなんか回答まで決まってるようなね、そんなメディアの、まあ、本当に靴の上から足かいてるような状況なんですが、この日本のメディアとアメリカのメディアを、まあ、見られてると思うんですけど、やっぱりメディアに対して何か一言ありますか？そうですね、まあ、アメリカのメディアもどうしようもないところはどうしようもないですから、比較というよりも、まあ、単純にメディアとはっていうことにはなりますけれども、はい、まあ、権力の監視っていうのがメディアの本来のそうですね、あるべき存在価値なので、はい、
そこを怠ってしまったらもう存在意義がなくなるわけですから、はい、やはりどこに問題が権力にあり、それをどうやって国民に伝えていくのかっていうことをもっとしっかりやっていただきたいなというふうに思いますね。あのズバリ猿田さんたちがその新外交イニシアチブでアメリカ行かれて、これをこう追いかけてくる記者なんてのはあんまりいないわけですか、今みたいな話を。まあ、もちろん何か大きな変化があればですね、うん、書いていただくようにお願いはしますけれども、はい、そうで書いてくださることももちろんあるし、あのメディアの方との関係でもすごく仲良くしている記者もたくさんいますが、はい、まあ、あのワシントンの記者に関して言えばですね、まあ、日々流れてくる膨大な量の情報をとりあえず横文字を縦文字に変えるだけでも必死で、はははこう何かスクープをとか何か新しい動きをみたいな意識を持てる余裕もないっていうのは、まあ、それは気の毒な点でもあるし、はい、まあ、そもそもやっぱりさっきの覚醒期じゃないですけれども、はい、まあ、その制度の中に、まあ、入り込んでしまっていて、まあ、日本から派遣されあのアメリカ、ワシントンに派遣される前はこの防衛省で担当していたりだとか、はいはい、あ、それは自民党好きだったりだとか与党版だったりするので、はい、もうそういった新しいものを開拓しに行くっていう精神で行っていないので、そうか、はい、もうちょっと自由な時間を、英語がとてもうまくできる記者でこう自由に取材をして何でもいいよっていうようなことをしない限り、はい、こういろんなこうとても本来は日本人が知るべきであるというような情報というものが日本に流れてくるということにはならないでしょうね。わかりました、よくわかりました。まだまだお話を伺いたいところですが、ここでちょうどお時間となってしまいました。今日のゲストは猿田紗代さんでした。猿田さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。1時間にわたってお送りしてまいりました147回目の路上のラジオ、いかがでしたでしょうか。この番組はこれからも何の忖度も自粛もタブーもなく発信していきたいと思います。そしてどんなことでも自由に発言できるメディアであり続けるために、私たちはあえて企業のスポンサーを持ちません。皆様からの寄付だけが頼りです。どうか引き続きのご支援をよろしくお願いをいたします。寄付の宛先です。ゆうちょ銀行00950-6-238014 00950-6-238014、または近畿労働金庫吹田支店普通口座です。8788810 8788810、あるいは路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますので、そちらからでも確認いただけます。どうぞよろしくお願いをいたします。番組へのご意見ご感想、ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube でお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。新しい回がアップされるたびに通知が来ますから、聞き逃しがありません。それでは今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。路上のラジオ、レイディオンザストリート、次回もまた聞いてくださいね。